ニューオータニーに横浜プレミアムは、神奈川県横浜市中区に所在する、ニューオータニグループのホテルである。1977年から2006年2月まで、小金町エリアで営業していた、ニューオータニーに横浜についても、本校で触れる。現存する施設は2010年3月、港未来地区に開業したもの。2010年3月に、ニューオータニーニとして、 開業、2017年より、ニューオータニーン横浜プレミアムに改称桜木町一丁目に、大谷工業系の定用シーによって竣工した、複合テナントビル、特港未来のホテル棟を沈借する形で、開業した。ニューオータニグループでは、ホテルニューオータニ幕張以来17年ぶりの、新規開業施設である。なお、ニューオータニの公式プレスリリースでは、 2006年2月まで営業された仙台のニューオータニー横浜については触れておらずパレスホテルやキャピトル東急ホテルのようなリバイラル開業とは異なる模様である。ただしプレミアムがつくまでロゴマーク名称は仙台と同一で公式サイト URL も同じものを引き継いでいる。京急本線の小金町駅とバ東橋交差点の 中間にある大岡川をまたぐ大田橋の傍らに所在する横浜東亜観光ホテルを1977年にオーナーの富士サッシグループからニューオータニが買収。子会社として新設した株式会社ニューオータニ林によってニューオータニー横浜として運営を開始した客室数は シングルとツインを主体とした計181室である。レストランとティーラウンジを用していた。1987年の大崎ニューシティの開発に伴い開業したニューオータニーイン東京は当初から横浜の運営会社として設立されたニューオータニーンによる経営である。伊勢崎町6町目の外れである小金町界隈資金であるが周囲は マンションなどの住宅街となっている。また、小金町駅から大田橋を渡って、徒歩2分強ほどであり、京急線利用での横浜駅や上大岡駅へは10分圏内で、ある他東京国際空港へも直通している。反対方向へ4分ほど歩くと坂東橋駅があり、馬車道や桜木町駅、新横浜駅方面へのアクセスが可能である。 2006年2月をもって、施設の老朽化や、集客の減少などを理由に、ニューオータニーン横浜としての営業を終了し、ウィークリーマンション東京へ売却された。建物は取り壊されずに、約半年をかけて、建物の耐震補強工事と内装の全面改装、外壁の塗り直しが施され、2006年10月1日に、ビジネスホテル、 ホテルマイステイズ横浜として開業。現在も営業中である。なお、代表電話番号は、ニューオータニーン時代のものを継承している。ニューオータニーン横浜に関するカテゴリー。ありがとうございます。